んがぷうんがわんじくめ、んがぷうんがわんじくめあるいはアポアワンじくめ。1910年2月1日から2009年12月23日は、チベットの政治家。日本語文献では、アポアワンじくめ、アポアワンじくめ、アペーアワンじめ、ガプー、とと表記されることもある。ラサで、チンギスハーンの子孫と伝えられる、モンゴル系チベット貴族に生まれ、イギリスに留学している。 1932年に学業を終えると、チベット軍に入る。1935年にニャポイサダン・ジョガーと結婚する。1945年チポン、財務大臣。1950年カロン、俗人大臣兼土地、カムの知事。さらに、チベット陸軍の指揮官を兼務する。1950年1月1日、共産党中国は、チベットの攻略計画を、 ラジオ放送を通じて宣言した。それに対抗するため、カムの知事である軸目は、軍による国境警備を強化した。1950年10月7日、超国家を司令官とする人民解放軍、中国軍4万人が6カ所から東チベット攻略を開始した、中国のチベット侵攻開始。8500人ほどの武装した。 チベット人が抵抗するがチャムドの戦いで敗れた。軸目は武器弾薬庫の爆破を命じ、それをきっかけにチャムドは大混乱に陥った。軸目は交換の服装を平ら役人の服に着替え、逃亡を図った。ある総員で部下400名を率いる部族長に抵抗を続けるよう要望されるが、軸目は武器を捨てて投降するよう命じた。 軸目は10月17日に降伏を認め、人民解放軍の演出で、人民解放軍を歓迎するチベット像や、降伏調印書に署名する軸目の様子が撮影された。軸目は投獄され、中国の牢獄で思想教育を受け、地域解放委員会の副主席に昇格した。その後の軸目は、中国の目的は、チベット人民への奉仕であると主張し、 ラサ政府に交渉に応じるよう呼びかけた。一方、この進行を受けて、チベット中央ラサでは11月7日に、ダライラマ14世が即位、事態に対する本格的な対応を始めた。ラサ政府は2月に交渉役をチャムドに派遣、交渉は北京で続けられることになった。1951年4月、北京を訪れたチベット代表団を、 当時の中国首相、周恩来が迎えた。交渉は中国民族委員会主席の利他出し官と軸目が進行した。しかし、チベット政府がこの代表団に与えた権限は岩殿ポタン領に進行した中国軍の撤兵に関する交渉であって、中国政府に対し、チベットが中国とは別個の独立国家であるという主張を取り下げるあるいは、 中国によるチベット併合に同意する等の権限は与えられていなかったため交渉は滞った。中国側代表は事前に合意文書、いわゆる17過剰協定を用意しており、合意がなければ人民解放軍は進行を続けると最後通帳を突きつけて合意を強制し、5月23日にチベット代表団に署名させた。この時に使われたチベットの印は、 中国側が偽造したものであるとされている。1951年5月26日、軸目は、中国国際放送を通じて十七箇条、協定署名を海外に選した。ダライラマ14世は、避難地や飛んでそれを聞いて驚いた。間もなく、ダライラマ14世のもとに、チベット、中国双方の関係者が訪れて、ラサ議会で協定を始准するよう求めた。 ダライラマ十四世は、周囲の僧たちの希望もあって、ラサ機関に合意した。1951年9月の終わり、ラサ議会は十七カ条協定合意の是非について、話し合った。軸目はこの時演説し、この協定で、ダライラマの権力はいささかも変わることがない。チベットの宗教、政治制度にも変更はない。議会はヒステリックにならず、病院、学校、 道路といった、毛沢東の与える文明の恩恵を受け入れるべきだと述べている。ラサ議会は17か条協定合意を決定し、やや遅れて、ダライラマ14世が協定に合意する、胸の手紙を北京に送った。軸目は1952年に、人民解放軍司令官、張国家の第一補佐に任命されてからは、中国の手先のようにして働いた。 1954年の終わり、ダライラマ14世は、全国人民代表大会の常務委員会、副委員長に入れて全人代への出席と、毛沢東と対談するため、北京を訪れた。この間、チベット自治区ヒカルソ内委員会が設立された。初代主任委員には、ダライラマ14世、軸目は、チベットの下者、内閣から準備委員会の初期長に選出された。 以後の経歴話が詳しい。1958年には、チャムドに橋を発するチベットの大規模な反乱が起こる。1959年3月10日には、中国が歓撃を口実にして、ダライラマ14世を拉致するとの噂が流れ、シュトラサでも暴動が起こる。軸目は、ダライラマの使いとして、中国チベット軍区司令部に歓撃を断る旨を伝えている。結局、 この影響で1959年3月17日、他社、内閣と、ソドゥ、議会は、公式27箇条を協定破棄を宣言し、ダライラマ14世はインドへ亡命する。3月28日、中国の国家評議会は、チベット地方政府を解散し、チベット自治区準備委員会の委員長にパンチェンラマ10世を、副委員長、事務局長に、軸目を任命した。 1960年に中国はチベット貴族から土地を買い上げ、農民に与えた。軸目からは44万7千円分の土地を買い上げ、第一回目の支払いとして4万8千円が支払われている。1965年9月9日、形式的な選挙の後、中国はチベット自治区を発足させ、軸目は人民委員会主席となった。チベットにおける、 文化大革命は1966年5月に、漢人、公営兵約500人がラサにやってきたことから始まった。文化大革命では、チベット文化やチベット像が弾圧されたが、当時のチベット政治家も攻撃され、軸目も、また球団を受けている。1987年9月、ダライラマ14世は、アメリカ下院に受け入れられた。おそらくその影響で、 中国政府は9月26の28日、反社会的要素があるとして、チベット人青年を処刑した。それに橋を走って、チベットで暴動が起こる。軸目は、パンチェンラマ10世と共に、事態の人静化を図るが、結局は、中国軍の介入により、1988年に、チベット、中国合わせて600名が死亡すること集結した。 1991年以降は北京に住んでおり、以降はチベットに戻っていない。1993年にチベット自治区人民代表大会常務委員会主任を辞めてからは中国人民政治協商会議などで活動しており、2008年にも第11期副主席を務めている。2009年12月23日、北京において99歳で死去。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。